近づいてくる冬のオリンピック、代表が決まる全日本選手権、12月23日から4夜連続中継。少しもったいないミスが多かったので、そこをまた全日本までに直していくことと、そういう今日は目立ったミスっていうのはあんまりなかったんですけど、細かいミスで結構点数が引かれたと思うので、その点数を引かれるっていうのはまあダメなことなので、それを全日本までに直していきたいと思います。練習よりもトリプルフリップが良かったのと、まあいつもより若干かな、若干、スピードの速さとかが良かったかなと思います。フリップ試合で決まったのは初めてです、やったって感じで、でよしこのトリップ行こうと思ったら、テーピングアウトしましたいろいろ上手な選手にもいろいろいるので、木下アカデミーにはそういう選手を見習って、その追いつけるような、追いつけるような選手になりたいです。目立たないミスをしても、点数が響くっていうことを、気づいたので、そこを直して、スピンなどスケーティングも、スケーティングコレオシークエンスではレベルは1しか取れないので、プラスをいっぱいもらって、スピンではレベル4を移っていきたいと思います。腰にヒビが入ってたんで、だからあんまり前みたいにとてもいい演技はできなかったけど、サルコーとかトーループも綺麗に決まったんで良かったと思います。もうだいたい痛みとかはなくなってるんで、だからだいたいジャンプとかそこそこなくして、頑張ってやったら間に合うと思います。前までトリプルアクセルとか練習してたんですけど、もうちょっとで飛べるっていうところでひびが入っちゃって、サルコーとトーループは完璧になったんで、あとはフリップとルッツとダブルアクセルトリプルと入れたいです。最初のルッツで少しステッピングアウトしてしまったんですけど、本当はこの最初のトリプルルッツ降りてから、この2本目のサルコーとの3-3にやってもいいよって言われたんですけど、ちょっとやっちゃいましたステップアウトとか本当に綺麗にこうやって降りないとダメって言われたんですけど、飛ぶって言っちゃったんでやりました。あんまり緊張しなかった、この軽井沢合宿でシードももらったので、このお父さんにも楽しんで行ってきてって言われたんですけど、自分自身もあんまり緊張しなくて楽しんでいけたかなと思います。点数は目標が80点だったんですけど、ギリギリいかなくてちょっと悔しいです。で、日本はやっぱり3列3投のこの言ってた通りの3-3を入れて優勝したいなと思ってます。優勝する自信は、優勝する自信はあります。スピンと最初のアクセル以外はてか後半は良かったです。でも前半は悪かったです。ベストが出せなかったのでちょっと悔しいです。練習でもっといいノーミスなどをいっぱいできたらいいと思います。次は絶対にノーミスできるぐらい練習して1位取るぐらい練習してから完璧な振り付けをしたいと思います。ノーミスだったんですけど、目標
にしてて100点にはいかなかったので悔しかったです。ジャンプは最近調子よくて思い通りにできたと思うんですけど、点数があまり出なかったので、やっぱジャンプだけじゃなくてスピン、ステップとかスケーティングをもっとで、もっと点数を高く出さないとと思いました。とにかくずっとシーズンベスト、ずっと点数が伸びてなくて、とりあえずはこの大会で100点くそって目標で、この大会がそれで100点超えて、ステップとスピンも成長できた、なんか全部完璧な演技にしたいです。4回転が1回目が入ってから結構ずっと止めなかったんですけど、今日また止めてよかったのと、スピンも前より早く決めたのでそこも良かったかなと思います。4回転今日決められた要因っていうのは何ですか？練習から一歩一歩飛ぼうと思って練習したことと、調整をちゃんとしたことです。5分間練習ではそこまで全力でやらないで、ちょっと 80% ぐらいでやって、本番 100% が出せるようにしました。降りた瞬間っていうのはどんな気持ちでした？全然決まってなくて悔しかったので、今回決められて嬉しかったです。前に4回転が入った時は117点だったんですけど、で今日は120点だったので、4回転以外にもちょっと進歩したところがあったと思うので、そこが点数に表れてよかったです。と全日本のビスなどのと大きな大事な試合があるので、そこでもいい演技ができるようにしたいです。将来の大きな目標は何ですか？オリンピックに出て金メダルを取ることです。今日はちょっとミスが多かったので、すごい今日は悔しいです。演技の時にちょっと緊張しすぎちゃって、体がなかなか動かなかったので、ちょっとミスが多かったかなと思います。最初ミスしたので、その後ちょっとあんまりミスをこうしないように、ちょっと、ミスをしてもこの後頑張らないとってちょっと思いました。やっぱミスしても他のところで取れるところはあったので、それで80点を超えてないのは超えたのはちょっと嬉しいなと思います。前の大会は98点という高得点を出せたので、今回はちょっと100点を目標にしてたんですけど、今回ちょっとミスが緊張しちゃってミスが多かったので、それ目標を超えられなかったんですけど、次の大会でその目標を達成できたらいいなと思います。今年は、全日本で、優勝して、全日本ジュニアへ推薦されることを目標にして頑張ります。一番大きいのは悔しい気持ちです。全日本ジュニア優勝を目指してるのに優勝できてないので、そこは悔しいです。トリプルアクセルを2本決めたことは今回の収穫だと思うので嬉しいんですけど、スピンの取りこぼしがいっぱいあったので、スピンもたくさん練習したと思います。喜井田梨花選手のジャンプを、参考にしてはいるんですけど、一番は自分の感覚と自分のイメージ
を考えて飛んでるので、あんまり他の選手のとかは考えずに自分の感覚で飛んでます。まあ調子次第ではあるんですけど、まあリスクもなくはないので、まあ、調子をちゃんと上げて挑戦できる状態にしたいなと思います。飛べる気は、まあ、してなかったわけではないんですけど、まあ、やるしかないって気持ちで行きました。去年の近畿ブロックですごい悔しい思いをしたので、私はその順位とか点数は、まあ、あまり良くはなかったんですけど、その自分らしく滑るショートフリーもあのアクセル以外をまとめることができたので良かったかなって思います。ショートの時はすごく緊張したんですけど、フリーはなんかもうアクセルをチャレンジするってなったので、そのアクセルはなんかまああの思いっきりチャレンジしたらいいかなと思ったし、それ以外のジャンプはその普段から失敗しないように練習してきたので、その練習通りって思ってやりました。トリプルアクセルは試合でこう挑戦したのは初めてでした。公式戦では初めてです。最近は練習でもアクセル以外のジャンプがだいぶ安定してきたので、そのアクセルを入れても他のジャンプは崩れないかなと思ってました。ドン・キホーテはなんか幕があって、バレーなのでなんか何幕かあって、その幕ごとの全曲入ってるので、そのストーリーなんか家でビデオを買ってもらって全幕見たので、そこで自分の曲のところのその一人の方の表情とかその物語とかを自分で考えながら滑りました。アクセルを降りれるように、試合で降りれるようにしたいなって思うのと、失敗したとしてもここはいつも完璧にできるようにしたいなと思います。1位になれるとは思ってなかったのでびっくりしました。練習の時にルッツとをやってたらどんどん確率が良くなってきたので入れてもらいました。1本目のコンビジャンプをルッツとに変えたので、それでコンビジャンプの都合とかいろいろあって構成が変わってます。そうですね。この曲は映画の曲で、デリラは悪女なんですけど、その優しい気持ちと悪女の両面を表現できるようにしています。今日は何切れましたか？まだまだ全然できてないと思うんですけど、気持ちは込めて据えれたと思います。次の大会に向けてはステップで確実にレベル3を取ることとジャンプもいつでもノーミスができるようにすることです。いやちょっとサルコーまた締められなくてすごい悔しいです。2本目の4投も開いちゃったんで、全然良くなかったかな。でもアクセル2本いけたのはすごい良かったかな。1つ目は詰まったんですけど、1本目のトーループどんなやったっけ、3ターンだったは、まあもうちょっと自信持っていけたら全然悪くなかったんだと思うけど、やっぱ自信はそんななかったです。6分間もなんかトリプルトーもそんな良くなかったんで、まあそこをしっかり6分間でも計算してちゃんと全てできるようにしたいなと思います。スピンも全然やってなかったし、なんで昨日のショートも
まあ、フライングシットもコンビネーションも取れてなかったのでスコアしっかり西ではそこをしっかりしたいなと思います。西の全日本ジュニアだけで全て降りようっていう感じじゃなくて、もう西本当はブロックの時点でもう4回転も全部締めれるような感じにしてイメージ欲しかったんですけど、今回2本とも失敗、サルコーとトーループ開いちゃったんで、スコアをまあ何回も何回もこれから練習していきたいと思います。西までにまあサルコー本当にやっぱし安定毎日降りるようにしたいですね。西ではしっかりした演技できるように頑張りたいと思います。ちょっとびっくりしてて、まあ本当に演技終わった後はそのまま2位だなと思ってたんですけど、まあそうですね、本当にびっくりしてます。まあ、今日は、全体的にミスが多かった、ジャンプのミスが多くて、でまあスピンやステップもミスが多かったので、ちょっとまあ自分的には悔しいです。本当にいつもフリーの演技終わった後は体力がもうなくて、本当に過呼吸になるぐらいの、まあ、ちょっと呼吸の荒さなんですけど、今日もそんな感じで大変でした。今日の4回転は、まあ、回転もあんまり速くなかったし高さもなかったので、自分的には本当に良くない、質の4回転でした。本当に4回トップ選手、いやもう同期の三浦君とかは本当に4回転がもうたくさん入れてて、で確率もいいし、で他のもちろん他の4回転以外のジャンプも本当にミスがないので、そこを目指していきたいです。今日の演技一番悔しかったところっていうのはどこですか？やはり4回転をミスしたところです。得点、いや、まあ、このままいったら本当に厳しい状況だなっていうのを感じました。183だとちょっと全日本だと通用しないなっていうのは思いました。今シーズンは200点を目標にしています。まずは4回転を確実に今シーズンは降りたいです。で他のジャンプも安定させたい。であとスピンやステップの本当に基礎的なところを大事にしていきたいです。まずは全日本ジュニアで6位以内に入りたくて、でそこから全日本選手権へ行きたいです。まあ、思ったより飛べたなっていう感じで、まあ、とにかく今は滑り切れたことに対してホッとしています。不安しかないような状態で、とにかく今日は内容よりも、まあ、私が、まあ、自分らしいその笑顔で滑るっていうことが、できたらいいなと思って、滑ったので技術面に関しては本当に不安しかなかったです。昨日よりかはできたので良かったと思います。この試合にせっかく、まあ、出るならショートみたいなその不安が顔に前面に出るような演技、そんな顔で演技してるよりも、まあ、少しでもスケートが好きで、まあ、楽しいっていう気持ちが、まあ、あるなら、それをその気持ちは全然嘘じゃないので、その気持ちを出して滑った方がその勇気も出るし、出るファンの皆さんも楽しめるんじゃないかなと思って、とにかく楽しいことと笑顔で滑ることを滑りました。と今シーズンは、ブノア・リショーさんに2曲とも振り付けしていただいて、
その2つのプログラムのそれぞれ見せ方、世界観が全く別なので、それをしっかりと演じ分けができるように、またその去年と同じような失敗はしたくないので、少しでもそのパーフェクトな演技に近づけるように頑張りたいと思います。ちょっと回転不足とか。まあ、あったかなと思うんですけど、まあ、うまくまとめられたんで、まあ、一安心という感じです。今日はちょっとルッツ飛んだ後に詰まってしまって、あんまりうまくいかなかったかなという感じなんですけど、まあ、無理やりでも入れていけたのは良かったかなと思います。まあ、その出来栄えとしては前回と同じぐらいの印象だったんですけど、まあ、点数がちょっと上がってたので、まあ、どこが上がったのかなっていうのはちょっと後で結果を見てちょっと見てみたいなと思います。そうですね、去年その、まあ、すごい厳しい戦いだったっていうのはあったんですけど、すごい悔しくって、練習を重ねてきたので、まあ、西日本ではもう少しいい演技ができたらいいかなと思います。今年の目標は全日本でフリーを滑ることです。先週のジャパンオープンの演技から、いいイメージは持っていけたんですけど、やっぱりところどころミスが出てしまったので悔しいです。少し飛び上がるときに中に入りすぎてしまったので、高さがあんまり出なかったから、そこは修正しないといけないなと思いました。他のは落ち着いていけたんですけど、アクセル等々のところでコンビネーションが作れなかったので、やっぱりそこは一番の得点源だと思うので、絶対ミスをしないようにこれから練習していかないといけないなと思いました。ショートでのアクセルを決めれたことは自信につながりましたし、あとはルッツの時にあまりアクセルでミスが出てしまったというのも落ち着いてきたので、そこはいい収穫になったんじゃないかなと思います。緊張するといつも回りたいっていう気持ちが強くなっちゃって前に飛べなくなってしまうので、そこは練習からミスが出ないようにしていたら、やはりそういう上に飛ぶとかそういうことも落ち着いて考えれるようになると思うので修正していきたいと思います。もうこれ以上ないボロボロをしてしまったなっていう一言です。練習しきれてないっていうのがまず一番の原因で、まあ、このプログラム自体すごく難しいし、まあ、今までのブノー先生のプログラムは本当にやり込まないと完璧にできないプログラムばっかりなの で、まあ、今回も自分の中ではすごく、まあ、ストーリー的にも難しくて、なかなかこう、なんだろうな、理解しきれてない部分もあるし、やり込めてないっていうのもあるので、そこが、まあ、一番の原因だなって思いました。ジャンプのミスは本当練習から結構ひどかったので、まあ、もう練習の通り試合 にそのまま出たなっていう感じで、まあ練習不足がそのまま出ました。後半のスピンはもうなんかなんだろうな、もう考えてるうちにもういろいろ要素が終わっていってしまって、もうなんか気づいたらパターンになってたので、もうこりゃ最悪やなって思いながらやってました。いや、体力的にきついわけではなかったんですけど、まあなんだろうな、もうちょっとこうフリーの曲掛けをやり込めばよかったなっていう感じです。今日はもう昨日の夜
すごく寝れたし、お風呂もしっかり入ったので、コンディション的には良かったんですけど、まあ、集中しきれてなかったっていうのが、まあ、ちょっと残念だなって思いました。まあ、つい最近まで武能先生とこうブラッシュアップをしてきたので、まあ、本当にこういう厳しい状況の中、日本まで来て、こうブラッシュアップをしてもらって、それをやっぱり試合でしっかりしてこその、まあ、成果だと思うので、それを今回できなかったのはすごく悔しいし、次こそは絶対やりたいので、切り替えて次の試合に向けて頑張りたいなと思っています。まあ、怪我をしてて、その中で4回転とアクセルを回避してのプログラムで、3回転をきっちりまとめる予定だったんですけど、少し後半で3-3とループが着氷を乱れてしまったので、まだちょっと体力とかジャンプとブリズムが狂っていたのかなと思うので、西日本に向けて足も直しつつプログラムの内容もどんどん上げていきたいなと思ってます。サマーカップが終わって9月半ば頃に左足のふくらはぎの肉離れをしてしまって、で今ちょっとその後の練習、2週間ジャンプしなくて、試合の1週間前にジャンプ始めたんですけど、左の太ももら辺をちょっとステップをやっている時にこけてしまって、で氷の上にある破片に乗ってしまって、そこもまたちょっと痛めてしまったので、すごい左足が結構ボロボロな状態だったんですけど、まあ、なんとか最後まで滑り切れてよかったなと思います。肉離れの方はだいぶ良くはなってきてるんですけど、ジャンプに関してもアクセルは本当にアクセルと4回転は、1日本数3本っていうのを決めて練習していて、やっぱりちょっとサルコーの方ですごい影響が出ていて、どうしても反射がすごい悪くて筋力が落ちているっていうことがあって、またちょっと一からトレーニングやって、いつ完治するかとはまだはっきり言われてないので、まあ、多分今後の自分の努力次第かなと思うので、頑張っていこうかなと思います。大学生活としてラストの節目にふさわしい演技をして、結果ももちろんなんですけど、やっぱ楽しんで演技を最後までやりたいなと思います。プログラムの内容も上げていって、全日本の後半グループに入れるように頑張っていきたいと思います。応援ありがとうございました。いろんな面ですごい反省が多く見つかった、ショートも含めて試合がそういう試合だったなと思います。トループの失敗があったんですけど、失敗というかトリプルトーで開いてしまったんですけど、それがその後の構成をしっかり考えて練習できていなかったっていうのが、飛びすぎの判定というか、飛びすぎてしまった理由というか、要因にはなってるんですけど、そこが、いろんなミスを想定した練習ができてなかったっていうのが、すごい、トルクを狙いに行く、トルクを飛びに狙いに行けるジャンプになっただけに、そこが課題になってきたかなと思います。トリプルアクセルのジャンプがちょっとだけ前に比べて落ち着いて飛べるようになったかなっていうのと、ロープ練習では4回転がしっかり回りきって立つことができてたので、そこが成長の瞬間になったかなと思ったわけです。全日本ジュニアで昨シーズン優勝したことで、とてもその時は嬉しかったんですけど、その後の全日本選手権だったりはあんまり良くなかったんで、今年は今年っていうふうに、自分の中では切り替えて、挑戦者として今シーズンは頑張りたいと思います。挑戦とか、攻めるとか、あとは、そういう
まあ、守りに入らないことっていうのがすごい自分の中ではテーマになっていると、でもう一つが粘り強く、まあ、それでいて最後まで諦めないっていうのが、まあ、すごい自分の中では、まあ、粘り強くっていうのは、まあ、昨シーズン以前からはすごい自分の中では大切にしてるんですけど、うん、まあ、その2つです、はい、でもっと自分の、4回転を自分のものにしたいなっていうのが1つと、あとは、まあ、それでいてもっと点数、まあ、こんな、110点台っていうのは全然話にならないので、まあ、すごい、まあ、これを忘れずに、まあ、すごいこの悔しい思いを忘れずにしっかり、まあ、全日本選手権に向けて頑張りたいと思います。そうです、なんかもう振り返るところもないというか、まあ、ちょっとなんか雰囲気に飲まれたのが良くなかったなと思って、まあ、結構こう嫌な流れができていたのでこの試合フリーでやっぱり結構それにちょっと飲まれてしまったというか、自分は落ち着いてやろうと思ったんですけど、まあ、ちょっとそういう流されてしまったのが今回の良くなかったところだなと思いますし、まあ、練習動向とかいうものではなくて、なんかこう、ちょっと、まだ今回は話にならないなって思う、まあ、近畿で良かったなって思うしかないですし、まあ、でもちょっとコンビネーションは全部つけたいなっていうのが今回の目標だったので、ちょっと後半頑張って、前半がダメだった分頑張って全部つけようと思ったんですけど、まあ、最後、ちょっと3-3が崩れてしまったりとか、ちょっとこういう時のための後半の練習ももっとより しとかないといけないなと思いますし、こうなんか練習で悪い時でもちゃんと気を抜かずに最後こうコンビネーションつけたりとか、そういう時のことも想定してしっかり練習していかないと、やっぱり結構いい演技を求めすぎていた部分があるので、なんか、まあ、いい演技前提ではなくて、こういう一発目とか二発目で悪かった時にどういう、こう組み立て方でこう演技に臨むかっていうのがちょっと大事だなって より今回感じたので、まあ、こういう本当にダメな時もあるので、まあ、そういう時の練習もしっかりできるようにしたいなというふうに思います。もうなんか最初から最後まで結構こうふわふわしていたので、なんかこう地に足がついてない感じになって、やっぱり、まあでも最低限の演技はやっぱりできるようにならないといけないし、もうダメな時はしょうがないし、本当にダメな時はやっぱりダメなので、やっぱりそういうそのやっぱりラインをしっかりこう上げていかないと、いい時はもちろんいいし、悪い時は本当にとことんだ、まあ、ダメになるもの、誰だって多分ミスは出ますし、そういう時に最低限のミスでとどめられるようにしないといけないなって思うから、やっぱりそれは、まあ、今回見つかった課題というか、やっぱ僕の、というか、そういうところがやっぱり、まあ、トップに比べてできてないのかなというふうに思います。後半はだいぶこう気持ち取り戻して頑張っても、まあ、着氷はできてなかったんですけど、まあ、もう本当全部こう無理やりでも結構締めに行って、まあ、そこはなんかこうちょっとやりきったので、そこは良かったかなと思うんですけど、まあ、いいジャンプではなかったですけど、なんかその気持ちの面では最後はこう諦めずにちゃんとコンビネーションできたのは、なんかもしかしたらつけなくて綺麗に降りた方が点数出てたかもしれないんですけど、なんか無理やりでもやっぱりそういう今後に向けてそういう気持ちが出たっていうのは良かったなと思いますし、まあ、前半はもうちょっと本当に日本のサルコーも結構もう無理やりで、かなり無理やり、まあ、オーバーターンまで持っていけて、まあ、トーループ最後トーループちょっと踏ん張れなかったのが、もう本当に飛ぶ前にもう力が抜けてしまって完全に、集中力が続いてなかったので、やっぱりそこまでしっかりこう悪い時でもある程度のところまで持っていけるようにしないといけないし、後半は頑張ったかなって思いますし、まあ、内容どうこうではなくて
気持ち的には後半は頑張れたかなと思います。まあ、スピンとかちょっと信じられないミスしてしまったので、あれはいけないなと思うので、まあ、今後気をつけていきたいなと思います。まあ、毎回近畿は結構悔しいんですけど、やっぱこういう演技が多くて、やっぱり、まあ、今、まあ、逆に、まあ、こういう演技になってしまって改めてこう反省する時なのかなっていうふうに、またこう気持ちが、まあ、シーズン前半は結構こう気持ちもやっぱりこう上り調子でやっぱり調子良かったりするので、やっぱり今こうちょっと下がってきてる時でやっぱりこういう結果になってしまったので、またこう引き締めて次のグランプリに向けていけるんじゃないかなっていうふうに思いますし、まあ、毎シーズン毎シーズンそうやってやってきているので、まあ、流れ的にはもういい加減もうちょっとこうアベレージ上げ、なんかこう基準を上げたいですけど、まあ、でも、まあ、こういう反省できる試合ができて、もう良かったと捉えるしかないですね。近づいてくる冬のオリンピック、代表が決まる全日本選手権、夢への切符は3枚、全日本の長い歴史に刻み込まれた演技。僕自身にとってスケートっていうのは誰かに届けて、なんか気持ちが届いているような感触があったりすることが、自分がスケートが好きな理由の一つなんだなというふうに感じたので、僕がスケートを楽しんでいることとか満足できるようなスケート人生を送れているっていうのを皆さんに届けられたらなと思ってます。本当にスケート一本で僕はやっているので、スケートがなかったらもう僕には何も残らない。オリンピックに向けて準備満タンで今やるべきことを頑張っているところです。2021年は勢い乗っていきたいと思います。夢っていうのを達成したいなっていうふうに思います。今までで一番大きな節目になるかなと思います。それぞれの思いをかけて、北京オリンピック代表最終選考会、全日本フィギュアスケート選手権、12月23日から4夜連続中継。激闘の冬がやってくる。